草やもろは、アジカに属する、海水魚である。地方名として、日本の伊豆諸島での青ロ、和歌山での青詐などがある。群れている草やもろ。最大で全長46センチメートルに達したという、記録がある。細長く、頭部の側から見ると円形に見える、防水系の体型をしている。勝利ヒレと呼ばれる、背びれとしじびれの後ろに分離した、小さなヒレを持つ。 本種は背びれに9本の棘と31から36本の南条を持ち、尻びれに7本の棘と27から30本の南条を持つ。草やもろのヒレは光沢のある黒色から6小色で、腹部は白色、背部は脳性色である。災害の円には小さな黒いブチがあり、側線上にはブチはない。体側面には1本の青い線が入る。 本種の尾びれは赤みがかった色あるいは黄色から緑色と形容される。ハワイ、オアフ島の北にてサメから逃げるクサヤモロの群れ。クサヤモロはほぼ全世界の海に生息している。西大西洋においてはカナダのノバスコシア沖やバミューダ諸島、南はリオデジャネイロ沖まで生息域を伸ばすがメキシコ湾ではあまり見られない。東、大西洋では セントヘレナ島、アセンション島、カーボビルデなどの近海で見られる。その他ギニア湾やアゾレス諸島、マデーラ諸島からも記録がある。インド洋では、航海やアデン湾、南アフリカやマスカリン諸島、セーシェル、スリランカの近海などで見つかっている。東、太平洋では、アラスカ州のレビジャヒヘド島やカリフォルニア湾、エクアドル沿岸などで発見されている。 西太平洋においては、台湾やフィリピン、インドネシア、日本の伊豆諸島や南西諸島、小笠原諸島などに生息する。FAO によれば、本州の生息域は、大西洋の北西部、北東部、中西部、中東部、南西部、南東部と、地中海、黒海、インド洋の東部、西部、太平洋の北西部、中西部、中,部中東部、南西部である。 草やもろは普通亜熱帯域に生息し、最も深くて、水深400メートルで見られる。澄んだ水を好み、しばしば当初の周辺で見られる。本種は、表層で発見されることが多いが、漁獲されるのは大抵水深40メートルから200メートルほどからで、ある。草やもろは肉食魚で、動物プランクトンや、甲殻類、イカ、小魚などを捕食する。 体長2 0トルから3 0トルほどの小型個体は群れを作って生活する。産卵期は夏季と推定されているが、詳細は未だ不明である。草やもろは漁業においても、釣りにおいても重要な種である。本種は食用となるが、しがてら毒を持つことがあることも知られている。釣りの主対象となることもあるが、主に浪人味などの大型魚類を釣る。 サイの餌として狙われ、そのために用いられることが多い。日本の伊豆諸島では、小型個体を中心に低地毛や棒受け毛などによって、漁獲され、特産品の草屋に加工される。本種をはじめとした室味類は、マージ類より脂肪が少ない理想的な草屋の原料で、あるが、特に本種は、味類中最も美味であるとされる。草や干物のほか、刺身や塩焼きにも向く。 ありがとうございます。